はい、なんかくれえな。3匹目これもね、40、うふ、これいい動画かかってるんですよ。わかるかな、これ、ほら口のここに、ほらわかる、いい動画かかった。ね、サイズね、サイズ、これ太鼓がすげえわ、これ今日みんな、太鼓がいい、太鼓師匠、ほら太鼓ね、これね、ちょうど40センチ。いい魚体じゃないですか、これ。ね、こんぐらいのが来てくれるんで、嬉しい。しかもまだ朝なのに。今ね、ちょっと狙い方をね、変えたっていうか、ガンダム1個追加出して、したんですよ。あれの、釣れないから。で、潮も大して流れてないんだけど、餌も取られないから、とりあえず、そう、なんかしないと、とりあえず釣れる。何も変わらないんで、とりあえず、G5 のガンダムを、この使用受けね、ついてる、真下に1個、G5 をつけたんですよ。で、1投目。でもね、浮きが、もう見え、あ、なんかうっすらもう見えなくなったな。でもちょっと、ちょうど太陽の反射でもう見えづらいんですよ。すごい。もうちょっと沈んでったら見えないんで、でもうすぐだよね。あれ？多分、一本ちょっととかじゃない？で、さっきも、じゃあガンダムはつけなかったので、なんで当たりなかったのっていう。よくわかんないよね。なんか、そういう、ね、なんかちょっとした変化で、当たりがあるから、面白いっていうのかな。面白いんだけど、釣れたからね。ほんのちょっと。しかも、大して時間もね、かかってないから、仕掛け投げて。割とすぐだったから、そこがよくわかんない。
それで待って待って待って、はい、今3本ぐらい入ったかなってかかったんなら、あ、ガンダムつけた意味あったかなと思うけど、今のスピードじゃよくわかんないよね。多分たまたまバンって上がってきたやつなのかもしれないけども。はい、そんな感じで、なんとか3匹。でも今とか全部4乗馬だからね。今日はいいね。さすが、さすがウドバナ。素晴らしいです。はい、4匹目はね、
青いね、青、すっごい青いよ、ほらでもね、長さなくて35ぐらいかな。うまいので、もちろん持って帰ります。いや、いい感じに釣れてますね、今日は。もう目標が何匹、もういや、っていうかね、個人的な目標は言ってなかったけど、個人的な目標っていうのは特に言ってなかったですけど、まあ、ここに来たからには45は釣りたいなっていうぐらいは思ってました。もうね、釣ってしまったので、45センチ、46センチだったんで、目標的には達成してるんで、あとはまあぼちぼち釣って楽しもうかなっていう感じです。実際のとこね、当たりがね、やっぱちっちゃいっていうのと、なんかあのね、食ってくる棚がなんか浅かったり、ドーンって深くなったり、あのね、激しいすげえ激しい。今のは多分3本ぐらい出たと思う。今めちゃくちゃもう仕掛け重いんですよ。板たまり張ってるし、赤ん玉つけたしで、ね、もう投げた瞬間、ポチャンって入った瞬間からもう木が沈み始めてるから、それから重たいですよ。もうそれも理由があって、今こう風がねバンバン吹くんで、もう道糸も沈めてるけど、だから実際のところちょっとやりづらいんだよね。風がなければまだいいんだけど、風がどうしてもこうバーって吹いたりすると、ちょっと際からね、こうなんか、なんだろう、上地がこう押してきたりとかして、手前がこう道を取られちゃうんだよね。なんか風じゃないんだけど、仕様的ななんかあれで、だから結局浮かせてると、なんかそれでなんか自由を取られちゃうんで、基本道と全体にバッて一回沈めて、血移りみたいにやってるんですよ。あとは流すだけ、あとは流すだけで釣れるって感じなんだけど、まあ、仕掛け重いんで、その分巻き糸の計算をねしながらっていう感じです。まあまあ釣れてるんでいいんですけど、まあ、正解してるのかなみたいな。ただ食ってくる棚がすげえ、もうさっきね、1本ちょっとで食ってる、今度多分3本近く入ってやっと食ったから、全然違うんですよ。そこがねよくわかんない。今日はとにかくこの上下が激しいなっていう感じだから、どう狙っていいかわかんないですよ。どうなって、基本的には沈める方向、深い方向で狙った方がいいのか、浅いね、その1目1本ぐらいからを狙うのかみたいな、全然仕掛け変わってくるんで、基本的にも深め3本を狙うような感じでやってます。3本ぐらいは入るよね、あんまり流れてなければね。ということで、次を狙いたいと思います。飯ちょっと休憩しようか。まあぼちぼち釣れてるんで休憩しましょう。本日のお弁当はこちらでございます。ダイレックスで買ってきたネギトロ、わさび抜き298円の半額で税込み149円かな、安いということで、ご飯を食べて、ちょっとね、腹ぎゅうぎゅうなってるんで、ご飯を食べて、ちょっとね、また考えを変えて釣っていきたいと思います。もう今日はせがれ戦で、ここだね。うどんが来てせがれする人まだいないだろうけどいないだろうけど今日はね、ここで頑張っていきますので、まあ、とりあえず朝からっていうか、食ってねえから、いただきます。